弁蔵です。しかし、ちょっと不機嫌でございまして、喉カラカラ。カツ丼、男の四大外食のうちの一つ、カツ丼です。さあ、攻めようかな。どこ行くんだろうね。ちゃんと休憩するのかな。僕はみんな自粛してるんですけど、なかなかね、仕事や機会でどうしても食べたり飲んだりしますもんね。僕の声が全く意味が分からんみたいで、電話取られます。あっち行って、じゃああっち、すいませんが行ってください、こっち行ってください。最後のとこ行ったら、あ、いいですよ、これいいですよ。なんなのこの差は、本当に。先までか、祝祖のライズも違うんですかね。立ち回り行政、ごめんなりますよ。あら、昨日で話してたら、後期高齢者ですかとか言われちゃって、後期高齢者ってなんだよ。
福島に入りましょう。ここから真っ赤いですよね。また福島に行って、福島ジョングリとかね、卵掃除とか作りたいですね。こうやって水素活動するなんですよね。私の話も春には夏になり焼き焼きで冬は来るんでしょうけど、去年の夏は時間が過ぎるの早かったね。旅といえば、今行きたいとこは北陸ですね。北陸の温泉宿と気持ちいいだろうな。朝が休日だからちょっと嫌味あるけど美味しいね。まずあの締め物が通り今日入り込んでる。サンダルが一番いいなと思って、どこ行くのもサンダルですね。いわゆる粘土サンダル。
恥を奪いました。たくさんの恥があります。しかし願いを忘れようと寒々とする風景ですね。それ知ってるよね、気持ちいいわ。さっきまだ帰りたいのにな、当面まで帰りな。いいさ、お立ち前、前、席数と先輩じゃないんだけどね、早くやろうぞ。人が見とる、見とるぜ。まだ見とる、もうかっつい顔見させるぜ。さあ、それではそのことを気にせずに今日もごちそうさまでした。さよなら。